横浜アリーナ、横浜アリーナ、横浜アリーナは、1989年4月1日に、神奈川県横浜市に開業した、多目的イベントホール、及び、それを管理、運営する、株式会社横浜アリーナ、設立、1986年、親、会社、西武鉄道。略称は横有、横アリキリンビール、初代法人、現。 キリンホールディングスと横浜市西部鉄道からの出資の第3セクターとして開業し、アリーナ部分の最大面積8000メートル、最大収容人数は1万7000人で、コンサートやスポーツ、企業式典など、あらゆる用途に利用されている。有料ホール100選にも選ばれている。アリーナ横に音楽スタジオ、スタジオムジックがある。横浜アリーナにおけるアリーナ席とは、 二階部分の可動式スタンド席のことを指し、一般的に言う、アリーナ席は本会場では、センター席と呼ばれている。2017年3月3日、株式会社横浜アリーナについて、同年3月下旬をめどに、西武鉄道が、キリンホールディングスの保有する発行株式46.2%分を取得して、筆頭株主になるとともに、 西武鉄道の子会社となることが発表された。また、西武鉄道の発表と同日に、大手芸能事務所のアミューズが、西武鉄道と同じく2017年3月下旬に、キリンホールディングスから、横浜アリーナ株式4.2%を取得し、資本参加することが発表された。今年公演は、松藤や弓による、デリットスライト、ライトキス横浜、 アリーナオープニングセレブレーションコンサート。当初は、地元横浜出身で、昭和の歌謡界を代表する歌手の一人である、美ヒバリの公演が予定されていたが、ひばりの病状悪化、公演予定日の2ヶ月後に、成居に伴い中止となったため、松藤や由美が行う運びとなった。これを皮切りに、これまで広くに問わず数多くのアーティストが、コンサートで利用している。 公演実績については公式サイトの過去の主なイベントを参照のこと。オープンした1989年以来、サザンオールスターズ及びそのメンバーである、桑田圭介のカウントダウンライブの恒例会場として使用され続けている。実施されない年もあったが、毎年12月31日は、所属事務所であるアミューズが常に会場を確保しているともされ、1995年には、 アミューズが主催するアクトアゲエンストエイズのイベントクワタも出演が行われ、1998年、2003年、2008年には福山雅春、2010年にはポルノグラフィティ、2015年にはフランプル、2018年にはパフュームと所属ミュージシャンがカウントダウンライブを行っている。また、福山雅春は横浜アリーナの男性ソロアーティスト公演回数の 記録30回2011年5月現在を持っている。また5月の3連休はジャニーズ事務所が会場を抑えており、所属グループによるコンサートも毎年恒例となっている。2009年2016年除く。毎年成人の日には横浜市の成人式が開催される。その様子は日本最大規模の成人式として毎年テレビのワイドショーとして取り上げられている。 スポーツイベントとしては、1993年に、トーレパンパシフィック、オープンテニストーナメントの試合会場として使用された。また、1998年の神奈川、夢国体では、体操会場として使用され。さらに、2008年、バレーボールワールドグランプリ決勝ラウンド、2009年世界、卓球選手権横浜大会、2018年バレーボール女子世界選手権プールー、 ファイナル4の試合会場として使用され、2018年5月26日には B リーグチャンピオンシップファイナルが開催された。また、1996年3月3日、達吉上一郎が指名挑戦者として WBC 世界スーパーバンタム級王座に挑んだ試合や、同年6月24日、かつて内装工事会社社員としてアリーナの建設に携わった。 当時の WBA 世界ミドル級王者、竹原真嗣の初防衛戦を皮切りに、プロボクシングの世界タイトルマッチの会場として、頻繁に使われるようになる。1998年に行われた、国内史上初となる、トリプル世界戦の会場も、横浜アリーナであり、ダブル世界戦も、国内最多となる、7度ここで開催された。同年、総合格闘技、イベント、 プライド2が開催。埼玉スーパーアリーナの使用が始まるまでプライドは、ここを何度か使用した。プライドの後継、ジンも興行を開く予定である。プロレスでは1989年5月6日の全日本女子プロレスを皮切りにビッグマッチが多く、組まれている。新日本プロレスもたびたび使用。2000年には、初の電流爆破デスマッチが行われた。 2001年12月2日には地元に本社を置く大日本プロレスが初めて興行を開いた。ファイティングオペラ、ハッスルではハッスルマニア2008年のみ有明アアコロシアムなどが開催された。他の格闘技も数多く行われている。アリーナ本体以外にも施設のエントランス周辺を使ったフリーマーケットも開催されている。横浜アリーナでは 以下のテレビ番組の公開も行われている、過去に行われたものも含む、など、など多数、など、著名人などの葬儀、告別式が横浜アリーナで行われたこともある。主な例は次の通り、老朽化を理由として、2016年1月11日の横浜市成人式をもって全面改修が行われた。 7月2日の門松都市記の講演をもって、使用再開。参考資料、市外や出版社建築計画、設計シリーズ30、スポーツ施設 ISBN4 から 870712601C3052。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。